西海さん、2時半にお経でもあげるんですか？まあ、2時半にね、そうそうそう、聖なる儀式がありましてね、ドスコイの聖なる儀式がありましてね。そうそうそう。これね、尻振りダンスを踊らないといけない、2時半だったらね。2時半になったら、もうこの家中に音楽が鳴り響いてね、ジャンチャカジャンチャカンチャンカチャカチャカジャンチャカジャンチャカンってね、お尻ちょっとフリフリしなきゃいけないのに。はい、三日月さん、2時半気になりますね。習い事か何かあれと、習いはそのそこ塾行ってるのかな？マリマリマリンの、なんだ、シンジ君だったっけ？みたいに。もう、ほぼ40なのに塾行ってるみたいな。そうそうそう。今日は何年生の授業行こうかな？みたいなね。金熊さん、2時半になると別の物体に変化する？どう？すごい。そう、2時半になったらすごいね、そう、本来の姿に戻るんですよ。そうそう、だからね、ちょっとその姿見られたくないのでね。そう、ここが耳生えてね、ヒュイって生えてね、尻尾も生えるし、そう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 、毛も生えてくるしね。で、ワーオーって、冥王星に向かってね、ワーオーって、恥ずかしいのよ、それね。そうそう、その姿ね。そう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 。人間じゃないことはバレますので。でかこさん、本来の姿見た？ゆえさん、その姿が見たいので、生配信続けてな。ダメ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 、もう禁断のね、2時半になったとすごいわね。ああ、まだ2時半だーってって、冥王星が呼んでるわーってね。わーおー わーおー わんわんって言ってた。